はい、どうも、大島兄弟です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、何をするかと言いますと、もうちょっと深夜なんですけど、前に一回ディズニーのチョコエッグを兄弟で開けたんですけど、今回はですね、こちら、動物の森のチョコエッグを一人一個ずつ、だいぶ前、もう2ヶ月か3ヶ月前に買ったものを、ずっとこう冷蔵庫の上に置いたまま食べてなかったので、深夜なんですけど、ちょっと開けていきたいと思います。はい、チョコエッグのお供はココアです。はい、お兄ちゃんがね、入れてくれました。いや、お母さんが入れてくれました。え、これお母さんが入れてくれた？そうよね。え、お母さん大きさだった？うん。そうなの？え、美味しくない？美味しい。開けていこう、もう早速。もう動物の森のチョコエッグなんて今あんま売ってへんくない？それな。じゃあ開けていきまーす。ニーニが欲しいのは、決めようもう、第3希望ぐらいで。ニーニは動物の森チョコエッグのラインナップはこんな感じです。第何弾とかあるんかな？これ第1弾とか？いや、ないと思う。ない？もうこれだけ？うん、見たことない。じゃあいいですか？はい、はい、第3は？はい、第3はたぬきち。たぬきち？はい。そうなんや。はい。で、さくらは？さくらの第3は、パッチ。やっぱり、やっぱり。その時点で第3ではないのでは。やめて、その感覚。第3、パッチ。大丈夫？いや、ちょっと変えた。やっぱり変えた。変えていいの？第3はキャラメル。じゃあ次、第2、じゃあ一斉のでよ、第2からは、一斉のでカモミ、第2がパッチカモミ、はい、先第1、せーの、ジュン、おお、全バラバラや。ニーニシベリアじゃないや。シベリアそんな思い入れない。そうなんや、そこも全然思い入れないよ。見た目で判断してる。ニーニ見た目。タヌキチ思い入れあるか？いや、可愛いやん、なんか置いてあったら可愛い。確かに確かに。でもジュリーもいいかもさ、ジュリー。ジュリーこそ。そのネタかな。違う、椅子がこっちでいいわ。ジョニーもこっちでいい。じゃあ開けよう。いやー、チョコエッグはいずれになっても楽しいね。うん。でも、そんな多くなかったよな。うん。入ってます。じゃあ、開けていきまーす。いきまーす。チョコエッグのチョコ好きよな。好き。めっちゃ美味しくない？チョコエッグのチョコ。それちょっと甘くて。甘くて？甘くて。いただきまーす。うん。青なんだ。うまい。ビビンピンクやったんだ。うん。うん。うん。このチョコが美味しいよね。チョコエッグ好きすぎて、なんか、深海生物のチョコエッグとか買ってんだよ、うまい。ん？深海生物。うん。うん。ちっちゃい時な。うん。恐竜とか買ってんだもん。そうな。キャラクターじゃなかったんや、昔は。うん。詳しくはお母さんに聞いてもらえればわかると思う。いや、別にいいかな。そうなんや。うん、いや。水と黄色なん。ニュースにピンク一色やったのにね。うん。まあ、その子で吐く水が一色やしたら。え、シークレットやん、それ、黄色のやつ。うん、それな。あ、黄色かい。黄色や。なんか最後、ほんま汚かったよな。ディズニーチョコハマってる時、なんか上の方だけかじって置いてあったもん、チョコだけ。こんな感じ。確かに。チョコ食えよって思った。保管して冷蔵庫にして、なんか誰か食べへんかなって置いてた。ニーが食べてて喜んで、うん、だから中途環境にね合わさってたからよかった。でも上だけ歯型についてた。それで上をね噛まないとね、出てこへんから。うん、おいしい。うん、あれ、ニーよりもさ、甘いのさ、その得意じゃない、ニーほど。だからちょっとね、すぐもう消えてしまうんだよね。限界も入れとく。いや、もういい。これ以上いったらなんかゲーってなる。甘ってなる。甘ってなる。今、まあ、いいぐらい。あ、そうね。うん、これはいいや。ちょっともういい。顔がばあさんやった。1,2,3 の希望やったらいいな。うん。さくらはパッチ、キャラメル、リリアン。うん。たぬきち、たもみ、じゅん。じゃあいきますよ。じゃあここで開けて一緒に見せる。うん。せっかもここで開けちゃう。どっちもいいよ。あ、こっち開けよう。いいよ。いっせーので。ちょっと待って、見えちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、開けない。ちょっと待って、やっぱ草がどこが一斉のおでな。ちょっと待ちよ。全然一斉のおでじゃないんけど。また見えてへん、手にして。開けた、開けた、開けた。一斉のおで、
うそー、つくたち初めての動物もめっちゃ怖いぐらいのにな、うん、まさかのダブダブル、しかも誰も望んでないそんなことある？青のトゲトゲ一緒だったな。びっくりした、ギョッとしたよね。死んだ。死んだ。まさか3ヶ月間ずっと冷蔵庫の上で眠ってたやつどっちも気になるなんて思いもしなかった。なんかワンチャンシークレットかなとかちょっと思ってたのに。2匹の君の姉さんでした。もうすごない、うん、この確率で同じの。ほんまに。初めて2つ買って2つ。かぶりってやばいな。しかも2人とも全然望んでないそれな、はい、というわけで2人とも金城姉さんでしたおいおい、面白すぎる。マジかよ。最初のこの後頭部が見とき笑ったよこのトゲトゲの後頭部な、 なんか嫌な予感がこんなに分かりやすい見た目ないよ今回も奇跡を起こしてしまったな。確かにないよな。だって何分の何これ、うん、まあ、全部何分の何やねんけどな。確かに確率で言ったらそうやけどさ、でも2つやですごない、うん、20 20分の1かける2分からへん。2人が同じだった確率とかもどうでもいい